淡く柔らかい色調のパステル。粉末の顔料を固めた画材です。東山区今熊野に日本で唯一のパステル専門メーカーがあります。王冠化学工業所。パステル職人の大和大輔さんは4代目。大正8年の創業からほぼ変わらない方法でパステルを作っています。ヨーロッパで生まれたパステルが日本に伝わったのは明治後半。世界を旅したある洋画家がその普及に一役買いました。矢崎千代次です。矢崎は国産初のソフトパステル、ゴンドラパステルの開発に深く関わりました。その当時日本にソフトパステルのきちんとしたものがなかったので、矢崎が国産パステルを誕生させようと言って、日本の風景を描くに至って、日本の色、風景に適した色のパステルが欲しいという願いで、ソフトパステル製造の依頼を受けたと聞いてます。ゴンドラパステルの基本となる顔料はおよそ30種類。秘伝のレシピに従い顔料を調合、さまざまな色を作り出します。一色に9種類の顔料を使うこともあります。混練という工程。ベースとなる無色の顔料、調合した顔料、そして水を加え、機械ですりつぶしながら混ぜます。硬すぎず柔らかすぎず、職人の目と手先の感覚で練り込んでいきます。土台の石臼は年季の入った代物。もともとかまぼことかを作る機械として多分製造されているものを、創業者である曽祖父がこの機械が使えるであろうということで使ったのではないかと思います。しばらく乾燥させた顔料のペースト。機械で棒状に押し出します。先ほどの塊で150本ほど。父、森俊さんの担当です。ペーストに長さ2センチの金属ガイドを当て、切断して完成。実は、この長さがゴンドラパステルの特徴です。矢崎一葉寺が屋外で描くために小さいサイズにしてほしいということで、他のメーカーに比べるとサイズが小さく持ち運びしやすいというのが特徴だと思います。開発当初はおよそ100色、90年経って242色に増えました。油彩や水彩絵の具と異なり、パステルはパレットで色を混ぜることができないので、多くの色数が必要です。一方でクレヨンのように油脂成分を含まないパステルは紙に色が定着しにくい分、画面上で混ぜたりぼかしたりと多彩な表現ができるのです。日本人好みの色が多いと思います。やっぱり山とかを描く時の緑とか赤もモミジとか桜とか、そういった色はゴンドラパステルの場合、他メーカー、特に海外のメーカーに比べると、色数が豊富であるというふうに思います。
と広くなってね。大阪市中央区のパステル画教室、講師を務めるのは御年90歳の画家松田昇さん。長年ゴンドラパステルを愛用しています。松田さんがゴンドラパステルと出会ったのは戦後間もない昭和24年。物資がない時代、一階の画学生だった松田さんにはパステルは高嶺の花でした。ちょうど私の、友人がね、パステルを習ってるということで、その彼からですね、パステルをこのセットで見せてもらうとね、驚いたんですよね。あまりにも色が美しい。でもそれに惚れ込んでからもずっともうパステルの魅力に取りつかりましたね。もうですから今でも70年ぐらい描いてますかね。年数ばっかり長いですけど。油絵や水彩画は乾くまでに時間がかかり、やがてひび割れたり色落ちします。写生が好きな松田さんにとって乾かす必要がなく、いつまでも色褪せないパステルは格好の画材でした。ゴンドラパステルですよね。履き心地がね、その柔らかすぎず硬すぎず、非常にね、その描いてる感じがね、しっかりするんですよね。それからね、サイズですね。小さい、そのゴンドラさんのパステルの長さ、これがね、非常にね、使いやすい。横に使えますね。特に海外のメーカーさんは割り方長いですよね。長いものを横では使えませんからね。ゴンドラさんのサイズっていうのはね、本当にうまく考えられたサイズじゃないかなと思いますね。松田さんのような画家だけではなく、馴染みのない人にもパステルを。大和さんは新しい商品で普及に努めています。日本唯一のパステル専門メーカー、宝冠化学工業所の職人、大和大輔さん。パステルの魅力を広く発信するため、2009年に新しい商品を開発しました。京都の伝統と四季を18色で表した京色パステルです。当初作った時はですね、ちょっと変わった配色だなとかいうふうに思ってたんですけども、実験で小学校に持って行って、それで描いていただくっていうのを試みたんですけども、子どもたちがそのわーっという感じで、その今まで使っているまた道具とは違う色があったんだと思うんですね。京色パステルは普通にない色が結構入っているので。実は京都文化ベンチャーコンペティションで最優秀賞を受賞したある女子高生のアイデアを商品化したものです。当時嵯峨野高校2年生だった井上由紀子さんです。京都にはたくさんの素敵な文化があって、それのどれもに大きく関わっているのが色だと私は考えました。お寺ですとか神社ですとか、こういった鴨川ですとか、実際に自分で足を運びながら、いろんなものを自分の目で見て、それをアイデアに落とし込んでいきました。ゴンドラパステルから18色を選び、京都にちなんだ名前をつけたのも井上さん。保津川ソーダ、渡月橋の朝もや、みずみずしい感性がにじみ出ています。そんな井上さんが一番好きな色は千年紫という色なんですけれども、紫って昔は高貴な身分の人しか着られない色だったんですけれども、そういった色を身近に取り入れることで、私たちもこう気持ちがシャンとするというか、はんなりした気持ちにもなれますし、すごく魅力的な色だなと思います。まあ、顔料に余分なものをあまり入れてないので、顔料そのものの美しさがパステルは出ると思います。ニッチな市場ではあると思うんですけども、やっぱりその色を使って、想像力というか
発揮して描いていくのに少しでもパステルを使っていただけたら、もう私は大変嬉しいと思ってますんで。日本の色、京都の色。パステル職人大和大輔さんが作り出す色には物語があります。創業時矢崎千代次から贈られた一枚の絵、ゴンドラパステルの名前とエンブレムのモチーフにしました。国産パステルを託した画家の思いをいつまでも忘れないように。